リサです。です。のりまんです。はい。ということで今日は、I have 開運日。サムネを見ればなんかふなちゃんも買ったよみたいな感じに見えるんですけど、全然彼女は買ってなくて、私が I have ヘビーユーザーなので、そうです、ね。そちらをねちょっと今回ご紹介していきたいかな。これ大丈夫なんですか？大丈夫だよな。大丈夫だな。今回ビサがいつも飲むサプリ、ああみんな気になってるやつな。ダイエット関係のものでも買っておりますので、まあぜひね皆様に見ていただけたらなと思います。はい。それではレッツラゴー。まずじゃあダイエット関係系。うん、最近あのダイエットを糖質制限ダイエットに変えました。はい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 。で必要なのがココナッツオイル。これの匂いか。ちょっと独特な匂いするけど。でもココナッツ好きやで。いける？好きナッツ。ケトジニック法っていうのをやってるね。でその糖を控えて脂質とかそういうものを取って、なんかそれをエネルギーに変えてどうたらこうたらみたいなのがよく分からへんねんけど、それがココナッツオイルがすごい向いておりまして、料理をする油をココナッツオイルにするってこと？そう、こういうの。卵焼く時とか野菜焼く時とかにこうオイルを引くやん、をこれにして食べるから。甘くならんの？ちょっと甘くなる。だから多分苦手な人もおんねんけど、これはそのしかもオーガニックのやつやから何も入ってないし、安心して使ってるっていうやつ。すごい。でその糖質制限の流れで言ったら MCT パウダーっていうの。 MCT ドリームとかじゃなくてそれ M、 M だ、こっち M やねんけど、パウダー状やねんけど、それももうケトジェニックのあれで一緒で、これを無味無臭やからドリンクとかに混ぜてちょっとなんかクリームっぽい感じになる、あの飲んだ感じが。でもなんかスープとか野菜ジュースとかに混ぜて飲むんやけど、小さじ1杯ぐらい。これが取りすぎたらお腹緩くなる。 MCT オイルも結構市販で売ってるんやけど、それもお腹下痢になったりするから、皆さんも1杯だけ使います。なんかコップ1杯に対して1杯ぐらいってこと？1日で、1日の規定量。そういうことか。うん、結構朝昼でやってたら緩なるんや。ちょっとリサはそれ嫌やなと思って、合わせていかなきゃ。始めたらドカンってやるんじゃなくて、まず1杯から始めるみたいな。続きまして、ワードロースやったか、ワンドロースってやったか、ちょっと名前を忘れましたけれども、これが砂糖の代わりになるもの。はいはいはい。でも糖質は多分 75% ぐらいカットされてるはず。で、人工甘味料って結構体に悪いものが多いんや。でもこれは、で調べたけど、全然悪いものも入ってなかったので。甘いんちゃんと。ちょっと独特やけど、食べれるって感じ。で、これリス楽天で買おうと思ったらめっちゃ高かったから、アイハーブで買ったら全然安いから、アイハーブで。アイハーブどうぞ。で続きましてこれマキュベリーパウダー。アンチエイジングとか目の周りの筋肉の緊張を緩和する、疲れ目やクマの改善、肩こり冷え性の改善、動脈硬化などの病気の予防、ダイエット、美白、むくみ改善、貧血の予防改善などの効果があります。へー、なんかブルーベリーのようなもんやな。そうで、アサイーって流行ったんですけど、アサイーってあれめっちゃ栄養価が高いで流行ったんやけど、それよりもさらに高いね、マキュベリーが。へー、どうやって食べるんこれ？これはブルーベリーも食べるから、ブルーベリーにかけたりとか、ヨーグルトとかにかけるとかは違う？でもいいと思う。何にでも多分いける。だからスムージーにかけると思うし、粉やな、これ粉やねんけど。さあ次は、それ気になる。チノールのボディクリーム。ボディクリーム顔も多分いけんねんけど、リサは顔には使ったことないけど、めっちゃ流行ってこれが。半年ぐらいかな、多分ピークで流行ったって。ほんまに変わらへんかったの。在庫多分今も結構ないんやけど、がレチノールのクリームで、背中が結構荒れがちやったんやん、ストレスとか乾燥とかで。でこれお風呂上がりに塗って1週間たたんぐらいでめっちゃ綺麗になった。背中ぐらい、ほんまにもし背中それ荒れてんの気になるとかいう子がおったら絶対おすすめしたい。で乾燥も防いでくれるし、顔に塗ったことはないから塗ってみんのはちょっと自分の責任でお願いしたいところではありますか。しかもこのなんていうの、プシュって出した量を塗るのはちょっと危ない気が。しかもこれさ、あのプッシュして出てこうへんねん。なんかただの飾りみたいな。これだってもう、ここからこう取ってやる。だからもうボディにリサは使ってるけど、これ塗ったらほんまにスベスベなる肌。でほんまに変われへん、在庫ないから。だから見つけたら絶対買ってほしい。分かんない、その時にって思う。今探してます、これ新しいの。へえ、面白い。まあ、サプリ系がいきます。楽しみ。私が大好きなカリウム、昔他のものを使ってたんやけど売り切れとって、で変えたんがこっちやねんけど、こっちも全然効果あったからこっちに変えました。で私はむくみたくない前日、とか朝も飲んでもいい。リサは朝も飲んでる。むくみたくない。昨日の夜と当日と飲んで、とりあえず1回1粒、1回1粒飲んでる。そうリサは飲んでる。でもほんまにむくみ取れる。だからその代わりめちゃくちゃトイレ行くようになる。そのもう出て行くから、だからその大事な日に物理的にむくまくさせるってこと。リサはめっちゃトイレ行きたくなる。へ
カリウムを取ることで余分なナトリウムが尿として排泄されむくみ解消に有効です。ヘラースの利尿作用あるよあるよって、だから大事な時にトイレ行けないよっていう時には飲まん方がいいな。じゃあ内分の時とかどうしたらいい？てか前の日に飲むのが絶対やな。ベストやな。なあ、リサはそれを大事な日に向けて5日前ぐらいから飲み始める。はいはい、そういうことな。その日だけじゃ。そう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 、はしてます。で、続きまして、まあこれも鉄板エルシステイン、中も紹介しますけど、まあエルシステインスの美白になるよっていう、ビタミン C と取ってくださいっていうやつだけど、粒が本当にとても大きいですね。で、これ結構な匂いします。タッコーチューしちゃった。シンプルこれを匂わせてよ。で、飲む時もこんな味がする、なんかこう、わからなんていう工場みたいな匂いするみたいなが、ほんまに飲みにくいの、これでかいっす。ほんまに無理な子は、フィルカッターみたいなのが落ちるから、切って飲んだらいいんやけど、でもこれでほんまに白くなるから、ナスとかこれで全然乗り切れるから。で、続きまして、ピオチこちらはですね、肌荒れを改善してくれるものなんやけど、はいはい、髪の毛とか爪も強くしてくれるっていう。はい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 。だからリサ、爪弱い友達にビオチン飲めって勧めて、マジで必要なったって言われるぐらい、肌の新陳代謝が高まるらしい。粘膜の強化も期待できるため、口内の改善効果も高まる。飲まなかよこれ。で、これがそのめっちゃちっちゃいねんけど、含有量が結構多いから一粒でいいですね。新入生一粒で、まあ、全然飲みやすいから、こんなのくらいから、ぜひおすすめします。これは最後にグルタチオン、解毒作用や抗酸化作用、メラニン抑制作用があるため、全身の美白に効果があります。で、免疫サポートにも有効やから、これ知ったんがコロナの時にその免疫力上げるって言われて知ったんや。確かにコロナにかかってないのは、まあこれはどこなんやろみたいなところもあるけど、まあ、美白にもなるよっていう。そうそうそう。で、これがその1粒の服用が、推奨されてるんですけど、お腹いっぱいの時じゃなくって空腹時に飲むのがおすすめ。まあその自分のな、例えば腎機能が弱いとかいう人にこういうのをお勧めしていいかとか、リサは分かれてきた。自分で確実にこういいなと思ったものを調べて。違う、私たち専門家ではないです。そうやね、ここの情報をうのみにしちゃって。そうそうそう、ほんまにちゃんともう一回気になったらプラスして調べて。そうそうそう、お願いしたいなっていうところで、まあ、これあのクーポンコードもありまして、まあよかったら使ってくださいみたいな。で、これを使ったあの私にもバッグが来ますよっていうお話なんですけれど、なんかそれでもいいよみたいな人は。それはアフナがやろうと思ってもできるってこと？あんたがやろうと思えばできる。あなたがほんまにアイハーブからなんか言われてやってるわけじゃなくて、だからここのコメント欄に私のも使って、私のも使ってって言って書いてくれたら、アリさんそれ使うからみんな本当やんな、書いてくれたらな。はい、感じで私のアイハーブ購入品でした。ありがとうございます。あ、やばいわ。今日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価も断定さんお願いします。それでは最後一本締め、せーの、マジで買ってみてほしい。高いの。え、行くって本当に一緒に買っとるか。あ、ほんまやな。え、リサ、こんなお茶買いたいやん。